はい、引き続きまして2ベッドルームの部屋ですね。はい、見ていきます。これが2ベッドルームですね。はい、まずはカメラに撮りますね。はい、面積が88平米ですので、はい、とても広いですよね。はい、まず撮っていきます。入り口入ってすぐに、ダイニングキッチンとリビングがこう一つにつながってます。はい、キッチンこんな感じですね。必ずセパレート、先ほどのワンベッドと同じですよね。ビルトインのオーブンも標準です。はい、この辺の、台所の収納も、たくさんありますよね。はい、こんな感じです。食卓が少し広くなるんですかね。はい、綺麗に収まってるなという感じはします。ここに下足箱があるのはちょっとどうしようもないんですけど、もうちょっと考えなきゃいけないんですけど、はい、靴箱の置き場所がちょっと難しい間取りですよね。こう置いてしまうとね。はい、で、ソファーのセットがあって、やっぱり広いですよね。こちらの方が88平米です。はい、でテレビがあります。リビングはこんな感じですね。で、まずメインベッドルームいきます。メインベッドルーム、はい、メインベッドルームは必ずもう1台、必ず部屋には2台テレビがありますよね。はい、でここがちょっとした、外には出れませんが、はい、大きな窓がついてます。でここにもくるくる回して物干しですよね。上下に昇降できるやつですね、がついてます。でベッドがあります。はい、でこの横にはバスルームですよね。トートのウォシュレットは標準です。必ず一つつきますよね。はい、こんな感じ。冬寒い時の温めるタイプで、必ず窓がつきますよね。窓がつきます。はい、で、収納ですね。収納見ていきますね。よいしょ。なんとも言えないこの木目で合わせてるというか、よいしょ、ちょっと見づらいんで両方開けておきましょうか。はい、ハンガーがずらずらっと並んでて、収納全体でいくとこんな感じです。収納全体で見ると下に、棚があって、真ん中の段は洋服、上が天袋という感じですね。はい、これぐらいの収納です。はい、で両脇には一つは読書と、でもう一つはこれ何かなと思ったら、これもなんかおしゃれな、ここを押すとこうピカッと光るようなね、こういうライト、はい、がつけてくれてますよね。はい、こんなのもあります。もう大体何でしょうかね、収納のところとか、あと、大体の一通りのものは全部揃ってるなというふうに思います。はい、で、反対側サブベッドルームですね。サブベッド、はい、もう大体大きさ的には同じぐらいの広さで、ここも明るいですよね。側面なんかもう窓がとっても多いんでですね、はい、この下が道ですからね。はい、隣とこうくっついて、もう左右はビタビタにくっついてるサービスアパート多いんですけど、ここは両サイドが角になってますので、はい、非常に明るく窓が確保することができるんで明るいですよね。ブックシェルフなんかもついてます。もちろん2ウェイのエアコンで、ここのですね、もう一つの特徴ですけど、はい、ここに洗面があるんですよね。洗面があって姿見があります。はい、でここはシャワーブース、はい、シャワーブースだけ、はい、トイレがないなとなるんですよね。はい、トイレがないなと。でここはやっぱりね、日本人のニーズを取り込みたいというオーナーの意向で、なんともう一つセパレートでトイレだけを作ってます。ここですね、キッチンのこの横に扉があって、これ何かなと思ったんですけど、開けてみるとお手洗いだけ、これ TOTO さんですね。はい、ウォシュレットは先ほどのメインベッドルームのところにありますので、これはヒップウォッシャーがピラッとついてますけども、これがあるんですよね。ちょっとここ吹き抜けになってまして、見栄えあんまり良くないんですけど、これずっと全部吹き抜けです。空気が通りますので、ここを開けてもう一つ向こうのリビングの方の窓を開けたら風がさーっと通るんですよね。はい、その吹き抜けのこの通しのこのスペース、なんとここにお手洗いを作りました。なので一つはバスルームと、セットですよね。お手洗いメインベッドルームに通じる、ここはもうセットです。はい、セットになってますよね。ウォシュレットがついています。全部一体型、広いですよね。とてもね、広いです。
でもう一つはサブの方はシャワーと洗面をここに置いてですね、でお手洗いは台所の横につけたというものすごい発想で、これ全部2ベッドルームはこのタイプだそうです。はい、なんでまあ、なんでしょうね、これここで2ベッドなんでご夫婦とか別にお子様交えても住むことは全然できます。はい、どうしてもシャワーとトイレを分けてくれというニーズの方はここにそれが実現されているということですね。はい、いかがでしょうか。でこのじゃあ2ベッドルーム88平米1ベッドルームは58平米でしたね。はい、58平米で先ほどの7階は900ドルでしたけども、これはいくらかですね。7階はここ1200ドルです。1200ドル。はい、でもう一つ5階もですねちょっと空いてるという情報があります。はい、5階は1050ドル、150ドルほど安いですよね。はい、なので7階は上に行くとちょっと見栄えとか景色が抜けるので、1200ドルですね。はい、5階は1050ドル。いつまでどこまで空いてるか分かりません。ちょっと今日来て取材をしてまして、はい、でまあ聞いたばっかりの話なので、はい、ちょっとねどこまで部屋が残ってるか分かりません。はい、でこの、まあ、1200もしくは1050に含まれます、まあ、サービスは同じですね。税金管理費、あと、ハウスキーピングサービス週3回、掃除洗濯お皿洗い、アイロンがけ全部やってくれます。はい、で、インターネットの使用料で、ケーブルテレビの視聴料、日本の番組8チャンネル、 NHK プラス民放7チャンネルがつきます。で蛇口ひねって出る水道料金、はい、全て含めてここで88平米7階この部屋で1200ドルです。88平米ですね。5階に行くと1050ドル。はい、まあね、そのハノイのその場で考えてみると、まあ、新築でですね、この9月にできたばっかりの新築で、はい、もうできたばっかりのほやほやですよね。でこの広さでこのグレードで、まあ、1000ドルちょっとっていうのが、はい、非常にオーナーとすれば思い切った価格設定だなと思います。はい、空き部屋は絶対作らんという、まあ、意思がかなり強く伝わってきますよね。はい、でそれぞれの、まあ、ものを見ても、まあ、細かいところ見るとね、ちょっと、まあ、荒削りかっていうところもあるんですけども、いやそれにしても、まあ、使用的には十分なレベルを、まあ、保っているなというふうに思います。はい、ワンベッドルームとここのツーベッドルーム、2つのタイプがあります。ワンベッドとツーベッドだけ、ワンベッドルームは6部屋、ツーベッドルームはたった5部屋、全部で11部屋、たった11部屋の部屋でもう残りは3部屋もしくは2部屋、ちょっと分かりません。お一人のお客様には検討中だとおっしゃってるんで、まもなくでももう決まってしまうと思います。はい、内覧等ですね、ご希望の方はハノイリビングまで早めにお問い合わせをください。はい、2ベッドルームの88平米の部屋、今空いてます。ここが空いてます。この部屋であれば空いてます。7階です。はい、以上でレポート終わります。